みんな元気ねえ。えっと、今日は、あの、YouTube、あの、登録者数130人超えたってことでありがとうございます。なので、えー、YouTube よりもお世話になってる Instagram のファンのみんなに、あの、日頃タロットリーディング提示どんな風にやってるのかっていうのを知ってもらいたくて。 あと感謝の気持ちを込めて、えー、選択性リーディングやってきますーす。楽しみだねーって。あのー、選択式3つ、3択で、あのー、タロットカードをみんなで選んでもらい、それでその時のみんなの今を見る。 カードプレイをしていこうと思います。あのー、なんかまあ、タイムテーブル、タイム時系列的にはなんか今でもいいし、見、見た時が、なんか、お告げって感じな動画だから、本当に1ヶ月に5、1ヶ月、1ヶ月後に見ようがね、あのー、今見ようが、その時の皆さんです。はい。でね、えっ、ー、と、3択なんだけど、 ま、A, B, C って、あの、カードを見せるけれども、なんか、ちょっと選べないなと思ったら、全部見てから決めてもらってもいいし、なんなら、ね、B と A、C、A、B、全部とか、いや、なんか、今回全部違うなとか、もうほんと自由に見てもらっていいので、一個選んでもいいし、A だけでいくわーでもいいしね。なんか、C と A とか、いや、なんか B、いや、全部気になるなとか。 全部意識してこうでもいいし、ほんとみんながこれから自分らしく自分の人生、風の時代を謳歌するために、成功していくために、ゲージ一生懸命カードプレイするからぜひお付き合いください。ねえ、どうみんな、楽しんでる本当の自分抱きしめてるかいえオッケー。もうね、行くよ。早速、じゃ3枚。ほいし。はい。はい。 はい。いや、私も楽しみだなー見てないから。じゃ、まず、えー、っと、A のカードでーす。こんな感じ。いくよ。A のカード。見えてるかな ?A のカード。なんか読み取ったみんな。画面から見えてるのかなこれ大丈夫かなねじゃ、次。えー、っと、B のカード。B のカードこれです。B のカードこれね。B のカードこれ。あのー、大丈夫かななんか感じた ?B だよー。B だよー。はーい。最後。C のカード。 つい、これです。あー、映ってるのかなどうかな感じたかなどうかなどうかな大丈夫かなはーい。うん。ちょっとね、あのー、もう、分かったよって人もいるかもしれないんだけれども、だけれども、なんかちょっと、あのーね、上から見たいって人もいるかもしれないから、ちょっと待ってね。えっと、上から、いやー、私の下顔やべーい。はい、こんな感じでーす。 A, B, C! どうですかなんか感じれるものありました感じれるものありましたかはい。よかったね。選んだ ?OK。では、えーっと。では、では、では。いきますよ。じゃあ、turn A!A A です。いきます !4! <laughs> すごい見て !20 番のカード わーい。すごいね。ジャッジメン審判です。おめでとうで。これは、もう、ほら、天に召されてってるでしょ。これ、魂たち。これは、あの、まあ、この絵の意味は、死者。死んだ人たちが、の魂が、昇天していく様を見、ね、あの、書いてるんだけど、ま、あみんなに置き換えてみるならば、昔頑張っていたこと、 旧友とか友達、昔のね、知り合いとか、まあ、元彼女、元彼とか、が、もう、焦点していくよ。だからもしかしたら、なんか幼馴染みと再会して何かうまくいったりとか、あとは昔やりかけてた夢とか、あとは趣味とか、何かほら、一回興味持ったんだけど、お隣になっちゃってやめちゃった、三日坊主にしちゃった何かこう、 特技、スキルとか、資格とか、なんかそういう昔思っていたことが蘇っていくよっていうカードです。いいね、すごくいいじゃん。じゃあちょっと、A を選んだ皆さんにより補助カードで、アルケミアタロットで補助カードで見ていくよいやー、A 選んだ人誰、誰本当どうどうなんかちょっと蘇る気持ちありそうねえ。 年齢とか性別関係ないんだからね、本当は。なんか、この文明社会はわけわからないカテゴリーでさ、国籍だ、なんだでさ、なんか、容姿だ、なんだで、あ声のトーンがどうだとか言う人いるけどさ、関係ないんだけど、本当は。魂だから、本当はね。そうよ。どんな立場だって、どんな自分だって、やるのよ。やるのよあ、ああああーと会た わあもうええ、選んだ方はもう素晴らしいです。見てまず、キングのソード剣の王様と、そして、4のワンドね、4本のコンボいや、だからさ、やっぱりその、昔のことを、もう一回蘇らせるっていうことは、結構タフな面も、 あるよね。だって一回自分が諦めたことじゃん。それこそ恋愛だったら元彼元彼のとよりを戻すとかさ。一回失敗してるわけじゃん。仕事だって、なんか本当はなんだろうな、シチュワーディスさんになりたかったけど、とかわかんないけど、なんか夢があったわけでしょ私だってそうじゃ芸人、タレント、ねえ。 昔やりたかったけど、なんか立場上やっぱ無理かなって諦めたけど、やっぱりやりたいみたいな。そういう時ってさ、やっぱ昔の傷が出てくるじゃん。あの時怪我したじゃん。失恋して嫌な思いしたでしょ仕事で頑張ったけどうまくいかなくて、もうええず知りて転職したんでしょね もしくはこれやりたいって言ったけど、親に止められたりとかさ、なんかお金がなかったか分かんないけど、諦めた傷があるわけじゃん。その傷をもう一回こう開くっていう作業はとても、とてつもなくタフネスなわけよ。でもキングのソードだからもうシャキッと強い意志を持って切り開いてほしい。ね厳格さだから。しかも、ソードっていうのは思考とか知識とかコミュニケーションの グループ、エレメントだから、風の時代のことなのよ。だからもうみんな、これは意味があると。この蘇ってくる気持ちなんだろうな。ないがしろにしないで考えてみて、何かのメッセージだから、それ魂から来てる、宇宙から来てる <laughs> メッセージだから、それをぜひ受け止めてほしいの。そしたら、祝福モードです。安定するから、ね。棒って4本あると安定すんのよね。テーブルだってなんだってそうじゃん。 やっぱ三脚よりは四脚の方がね、しっかりするでしょ人間だって四本ね、一応四本っていうか、動物だって四本足でしょだからさ、あの、安定していくから、最初はすごくやっぱり切り開くってすごく勇気いるし傷つくし、実は成功する人の100%ほとんどは、まあ100、100%って言い過ぎかもしれないけど、成功した人のほとんどは、実は傷いっぱい持ってるから、 それを、ちゃんと受け止めるときはやっぱりぐさってくるよ。だけど、刺さるってことはその分情熱あるんでしょだから蘇られるんじゃん。ずーっと心にあったんでしょ見て見ぬふりしてたけど、まだこの花咲いてるじゃないっていう。だからね、それを、傷と共に受け止めたら、ね。意味が帯びてくるから。思考も巡って降りてくるから、インスピレーションが。そしたら、そのインスピレーションに持ってあなたは安定していけるの。ね。 本当の私カモンなの。なので A を選んだ皆さん、えー、昔の蘇る気持ちを受け止めてください。たとえどんなにセンチメンタルだったとしても。ね。はい。A を選んだ皆さんおめでとうございます。<laughs> じゃ次 B 行くよ。B。ベータ。さあどうかな ?B はこちらです。あ、は太陽だすごい あの、デイジー逆位置で見てないので、太郎と聖位置だけなので。わー太陽太陽やったねもう、何この幸せそうな、もう、キラギラ太陽ちゃん。もうなんかみんな太陽って言ったらもう、解説いらないでしょ。ね。もう、特にこの時期の太陽ね、冬が終わって春が戻ってくる時の太陽のパワーのありがたさよ。 ねえ、本当に。いやー、私のね、今ね、ガーデニングのね、あのー、植物ちゃんたちもね、絶賛伸び伸び、ニョキニョキ伸びてるとこですよ。いいよねー。なんか喜んでるなーって感じするよねー。それそれだから今 B 選んだ人は。よかったじゃない。ああえった補助カードも太陽が出たどんだけなのね、どんだけ もう太陽そのものなの、あなたたち。じゃ、もう一枚も一応ね。いいね。太陽ちゃん。よっ。コーキャンツ・ウィーナスたちの交差点。はい。ふぅまたキングが出たよ。えっとね、キングのワンド、コンボーノ様です。 えー、B が気になった方はですね、もう太陽そのものなので、もう今が実は一番幸せってことに気づいてください。あのー、なんか、えー、なんか、あれもやりたいし、これもできてないし、全然自分ダメダメちゃんだしなーって、下ばっか見てると太陽に気づけないからね、人生振り返ったら、あの時すごい良かったって絶対思うはずの状態にいるはずだから、 もう今太陽なの。太陽を感じて。むしろ自分が太陽だから、みんなを照らしてあげて。なんか自分のことばっかこうなってないで。いや、なんかとお隣さん最近挨拶してない元気かしらとかね。ちょっとコロナウイルスで会えね。こんな緊急事態宣言中で会えてない友達とか、なんかね、家族とか親戚とかにお手紙出すとかでもいいから、本当に太陽だからやってみて。やってる太陽としての役目果たしてらっしゃいますかってこと。ね。 太陽がちゃんと登ってきてるのにさ、輝きやめちゃったらさ、私たち困るでしょそういう人がいっぱい周りにいるの。今 B を選んだ人はキラキラ太陽さんだから、ぜひ慈愛を込めて、なんか、あの太陽はさ、ありったけの愛でできてんのよ。そういう歌あったじゃん。ね。ありったけの愛だけで、あの太陽は、って歌があったの。ね。だから、 太陽はさ、私たちにさ、見返りなんか求めてないじゃん。ただ降り注ぐだけよ。ねだからみんなも、もう見返りなんか求めないで、の、光を、解き放ってみんなにこう、照らしてあげてほしい。それ、が、この王様のワンドだよね。情熱の王様だよ。生命力だよ。みんな、なんか、最近ちょっとボケっと生きてない 大丈夫本来の使命があったのよ今 B の人たちは。もう、みんなを照らし出してあげる。みんなの助けになってあげる。みんなの背中を押してあげる。温めてあげる。抱きしめてあげる。それがあなたの生命力になっていくから、今なんとなくただ生きてる人。なんかちょっと毎日おざなり、おざなりだなと思ってる人。ここを意識してなかったからじゃないダブル太陽だよもうこれ。タロットじゃありえないよ、もう。ボッカーンじゃん。もう、すごいことだからね。 78枚中、一番ハピネスの、もう、カードだよって、いろんなタロット占い師さんとか、カードリーダーさんが言ってる。私もカードプレイヤーとして代用して言いたい。太陽に太陽で押してくれてるからね、もう、ババーンだから、もう、みんなが今やる気がなかったりとか、もしかはやる気に満ちたかったら、もう、 太陽である自分を理解してもっともっとみんなのために生きてみて。そしたら自分の闇とかも全部黒点もな、いらない、なくなるから。太陽って黒点あるけど地球からは見えないじゃん。そんなもんよ。周りの人はあなたの暗いところなんかわからない。それは自分だけがわかってればいい。なぜならみんなをそれ以上に、自分が悲しんでる以上にあなたは人を照らせるから。ね。 そしたらじゃあ、あなたはやる気が出てもっと毎日が楽しくなって王様気分よ。ハピネス、ハピネスじゃん、もう。という感じで B の皆さんでした。よし、ちょっと水飲んでいかん。うん。じゃあ最後 C だね。私個人的には C が気になってんのよ。<laughs> 一緒に楽しもう。じゃあ C の人いきまーす。はい ペンタクルの2ですね。これはね、あの、レアカードではなかったんだけど、でもすごく、あの、人生において大切なカードで、あの、こう、バランスを取るカードね。見て、この猫ちゃんほら、左右の円盤持ってバランス見てるでしょ皆さん、バランス。2つの事柄。C が気になった方は何か思い当たることないですか例えばだけど、ね、 家庭と仕事とか。なんか、自分の中のポジティブ、ネガティブとか。あとは、自分の中の男性性、女性性とか。あとは、過去のこと、未来のこととか。なんでもいいんだけど、何か二つのことからでこうなってますね。でも、すごくいいカードでバランスをとってる状態だからか、どっちかに偏ってるわけじゃなく、ちょうどいい具合に進んでるよってカードです。なんか、私、C が気になったんだよね。 なんでだろうなぁ。まあ、恋と仕事かな恋と夢かなわかってるけどね。もしくは、あいつと私みたいな。何言ってんだろうね。<laughs> あ、まあそこら辺の話、また、おいおい、あのー、インスタグラムライブでプライベートな話もしていこうと思ってるから、みんないつもありがとうね。見てくれてね。<laughs> よし、じゃあ、えー、C が気になった方々に補助カードで見ていくよ。 アン balanced, keep my balance, 青い鳥が飛んでいく。はい。おぉやばい。やばい。やばいよ。C が一番強かった。見てレアカードが補助カード2枚でドドドーンと押してる。ドドドーンと。 まず、えっ、ー、と、ジャッジュメンさっき出たね、この A を選んだ方と同じです。復活の、ね、カードと、もう一個が、ストレングス。力です。これ私すごい好きなカードなの、今。あのね、まず、補助カード2枚ともダイヤルかなってすごい。今回 ABC の中で、ABC ともレアカード、出たの、出てるんだけど、 ま、太陽はね、ダブル太陽でこれもすごい、B もすごいけど、C もなかなかだよ。2枚ともレアカード。A はレアカード1枚しか出てないからね。そういう意味じゃ C 選んだ方、あのですね、まあ、バランスを取るってことなんだけど、まず、審判は復活のカードでしょさっきも言ったけど、これね、ほら看客、看護家、看護家から出てきた男の人と女の人がほら、商店していくところ。 ね、ガブリエルって天使様から呼ばれて、天に召されていくの。だから、今まで抱え込んできてり、抑え込んできたことが、やっと日の目を浴びて、巣立っていくよっていうことなの。だ私、C 気になったんだけど、私の場合はさっきも言ったけど、やっぱりその、ね、生まれもっと立場上できなかった青春とか、なんか諦めてたこととか、自分には関係なかったと思えることを、今必死にやろうと思って、もう青春 37歳だけど、今私精神を全部取り返そうと思ってるわけ。だからそういうことよ。みんなだってあるはず思い出してみて卒業論文とか卒業文集とか小学校の時のなんかそういうアルバムとかを見たら思い出すかもしれない。あとはお父さんお母さんにさ、ちょっとオンライン規制があってらい電話してみてもいいかもね。なんか私ちっちゃい時何が好きだったとか、そこにヒントがあるよっていう。ね だこれは過去と未来のバランスかもしれない。これからやりたいことをやるために、過去を一回見つめ直してもいいかもしれないっていとこもあるね。もちろん、いろんなバランスだからね。いろんなことでもいいよ。あとは、ストレンクス。これも素敵でしょう。もう一回ちゃんと見て、これ。ライオンさんを手なずけてるこの女性はね、どういうこと力づくでライオンを抑えてるのこの猛獣が、ね、心許してるのはどうしてなのそれは、こう。 こっちの力こう男性的な力じゃなくって、インナーの力だよね。想像力、忍耐力、なんだあとは、いろんな力、愛のパワーそういう内面的なもの魂的なものの力を使うことによって、このライオンちゃんを手なずけてるわけ。私このカードすごい好きなんだよね。なんかあの、怒っている人とかさ、泣いている人が見たときに、なんか助けてあげたいって、 思える時ありませんか自分の子供でもいいし、好きな人でもいいし、大切にしたい友達でもいい。なんかすごく困ってる。なんかすごくイライラしてる。すごくなんか乱された心になってるなってなった時に、なんかちょっとキュンとしてさ、あ、なんか力になりたいって思うじゃん。それがね、このストレングスの意味なの。You don't have to worry. わり、まってあげたい。ほ本当にそうなの。だから私も今さ、その好きな人が、なんか、芸人としてすごく、今下積みで大変な時なのね。自分のネタもだけで大変なのに、上がっていかなきゃいけないのに、先輩芸人さんの手伝いとか、事務所のね、コマとして使わされるとこもあって、ね、なんか、 会いたいけど会えないし、電話したいけどできないし、みたいな。で、でもなんか力になりたいの。で、この気持ちすごい、今私の太郎と的にはこれなの。だから私 C が気になるって言ったじゃん、自分で。自分でびっくり。な、みんなも、何か、こうバランスをとっていく上で、なんか、あ、やっぱりあの気持ち、あの夢、あの愛だったのね。ってなるけど、うまくコントロールしていく力が必要だよと。そんななんかさ、 風の時代だから行っちゃって、つってさ、あー誰誰くる会いたいとかさ、あー私この仕事やりたい、ちょっとどいてください、やります、みたいな。そうじゃないのよ。本当にそうじゃなくて、バランスが大事。ね突っ走ることだけが風の時代じゃないから、やっぱり思考、言語、コミュニケーションを巧みにしていくのが風の時代だから、ぜひね、皆さんこの力。みんなにとって何の力かもうわかってるでしょ蘇ってくる思いに対してどういう力を注いだらいいか。 さっきも言ったけど、これはどういう意味かなって思考力を巡らせたりとか、この情熱どうしたらいいのって言ったら、それを、認定力とかコン,トローコントロール力っていうのずる力かもしれないし、このライオンのような大きな大きな蘇る気持ちをコントロールする力が必要だよって言われてる。で、それを持ってるんだよ。だって今バランス取れてるんだから、バランス取ってくるんだからね。 まあちょっとね、コロナウイルスの緊急事態宣言がちょっとまた伸びそうだったりとか、微妙な時期ではありますけれども、ね。まあタイムレスだからそういう時期じゃない時期に見た人はまた違うことがあるかもしれないけど、社会と自分との統制とか調合かもしれないし。だから、えー、C、を選んだ皆さんはバランスをうまく保っていきましょうはい、という感じで、デイジーのちょっと選択式、 カードリーディングいかがでしたかえー、ちょっとなんか、私すごい楽しかったんだけど、みんなのコメント、みんなの視聴あってこそのデイジーなので、あのー、ぜひ、あのー、コメントとか、なんかメッセージもらえると参考になるので、嬉しいです。えっ、ー、とー、地球上60億,億人の、60億人のデイジーファンの皆様、ありがとうございました。えっ、ー、とー、デイジーに見つかっちゃったからには、 にさせないわよ <laughs> じゃあみんな自分になってくんだよ。これからもっともっと本来自分に帰ってくんだからね。今日も一日頑張ったら自分、本当の自分を抱きしめてあげてね。ゃあデイジーでした。みんなやっちゃって